見た目結構ボリュームあるから重いんじゃないかなちょっってと思ってました、思いますよ正直。ね。なんですけども、そんなの感じないぐらいすっごい軽くて、しかも。こんにちは、スタイルハウス編集部です。今回はマックスマーラのコート決定レビュー第2弾ということで、すごいですね、豪華です。本当にたくさんコート集めましたよね。集めました、過去一 集めたと思います。今回はマックスマーラーももちろんですし、マックスマーラー系列の他のブランドも取り寄せてみました。前回レビューできなかった13モデル集めてみたので、早速レビューしていきたいなと。こちらのまずモデルなんですけれども、マックスマーラを代表するマダムというモデルでして、アイコンコートになるんですけど、素材が上質なバージュールとカシミヤの混合なんですけど、結構しっかりした素材感です。もう本当にこれは長く着られるモデルかなと思うんですけど、でもしっかりしてるからといってすごく肩が凝るとか、そういう重さでは全然ない。ボタンの位置とかも計算し尽くされてたりとかして、巷では誰にでも似合う、どんな体型にでも似合うコートって言われてる神モデルです。それはもう欲しいすですごいよですよね。ね。付属のベルトがついてると思うんですけど、こんな感じでつけてスッキリ着てもいいですし、取っていただいて、こんな感じで着ても、本当どっちでもいけますよなんですね。よ。ベルトループがないんですよね。なるほど、なるほど。本当に、こういう意味でつけられる。見ていただいた感じでわかると思うんですけど、本当ゆとりのある作りなので、中にジャケットとか着た状態でも全然問題出なますく通ね。れそうですね。だからといって大きすぎるとかそんな感じもなくて、そういう形というか着込めるような形になってるなって思いますね。これは外せないモデルですよね。そうだと思います。一着あればずっと着られるモデルだなと思いますね。実際に着てみました。丈感が、ちょっと気になっていたんですが、ふくらはぎの半分よりちょっと下ぐらいで、私の身長でもパンツでもスカート合わせでも問題なく着られました。実際に着てみました。結構ゆったりしていてすごく着やすいです。丈の長さもちょうどいいかなと思ってて、長いスカートとか巻き下丈でも違和感なく合わせていただけるかなと思います。サイズ感はちょうどいいなと思いました。丈感もスカートでもすごくバランスよく着れますし、パンツとも合わせやすい丈感でいいなと思ってます。先ほどのマダムも本当に素敵だったんですけど、人によっては結構ロング丈の方が苦手っていう方もいると思うんですよね。そんな方におすすめしたいのがこちらのモデルですね。もうそのまま短くしたみたいな感じですよね。そうですね。もう本当にそのまま。ちょうどいい絶妙な丈ですよね。私の身長で太ももの間ぐらい160なんですけど、という感じなので、腰周りとかもしっかり隠れつつ、なのでスカートでもパンツでもいけるような丈感かなと思います。このリエさんの今のコーデがもうパーフェクトだと思います。本当に綺麗な感じで着れておしゃれだなと思います。やっぱり何でも合わせやすい形だなっていうのをすそうごいで着すてて思いまね。すね。こちらのモデルは日本公式サイトを私たちが見た限りでは掲載がなかっそうですたね。モデルになります。定番みたいな感じだと思うので、タイミングでなかったのかもしれないですけど、私たちが見た時はそうでしたね。先ほどのロングのマダム同様に着物スリーブって言われてるんですけど、こんな感じでちょっと広がっているような感じなのと、肩の線がないんですよね。なので結構肩幅がある方も狭めな方も人選ばず着れるっていうのはすごくいいなと思います。個人的にちょっとだけ下ろした時に少し袖丈が長めかなと思ったんですけど、さっきのマダムもそうなんですけど、折り返しても OK なモデルになっているので、こうやって着ていただいても大丈夫です。ポケットもこんな感じで結構ついてて、ボタンを開けて着てもすごく可愛いモデルかなと思います。本当に可愛いです。実際に着てみました。こちらお尻がすっぽりと隠れるようなすごく安心感のある丈感です。中もすごく余裕があって、今薄いニットワンピを着ているんですけれども、セーターとか厚いものを着ても大丈夫そうです。実際に着てました。ちょっとゆったりしてて中に着込んでも良さそうです。でパンツでもスカートでも結構合わせやすい丈感かなと思います。実際に着てみました。サイズ感ちょうどよく着られたと思います。
ちらもマックス・ハーラーの本当にアイコンポートかなと思うんですけれども、テディというモデルになります。はい、名前の通り本当にクマさんですよね。かわいいです。本当に素材も本当に上質なキャメルとシルクの素材なんですけれども、はい、着てみた感じどうですか？すごい軽いです。なんかこう見た目結構ボリュームあるから、うん、いいんじゃないかなってちょっと思ってました。そうですよね。なんですけども、そんなの感じないぐらいすっごい軽くて、しかもダウンレベルが高い。おーで、本当にこれは寒がりの方もそうですし、なんかちょっと寒い場所に行くような方とかもすごくいいんじゃないかな。はい、ダウンが苦手な人も多いじゃないですか、うん、ね。いいと思います。これはいいですよね。はい、サイズ展開なんですけど、日本公式は SML なんですけど、バイブだともっとちっちゃい XS のパンツなんですよ。今回買ったのが XS なんですけど、 XS なんだってぐらい結構そうなんですよね。ありますよね。 M サイズぐらいかな。そうなんですよ。そうなんです。もともと結構オーバーサイズの作りで、この肩をあえて落として着るような感じがやっぱり可愛いので、はい、オーバーシルエットなんですけど、やっぱりでもそのまま買ってしまうと大きく見えすぎちゃうみたいな悩みもあるポートかなと思うので、はい、倍までぜひ気になる方は XS チェックしてみるといいんじゃないかなと思います。実際に着てみました。私の身長だとややのサイズでも大きいかなと感じます。透け感も結構長めかなと思います。もしあのテディシリーズがお好みでしたら、もう少し短い丈のものがありますので、そちらを見ていただくといいかなと思います。もともとオーバーサイズなので、サイズ選びはいつもよりも小さくした方がいいと思います。丈の長さとかもこうゆったりバサッと着る感じがすごく可愛いなと思います。サイズ感ちょうどいいかなと思っていて、これより大きいサイズだと少し着られている感が出てしまうんじゃないかなと思います。続いてはテディベアシリーズから出た新作のコートになります。可愛いですよね。本当にこれ可愛い。さっき着たテディのタイプって本当にオーバーサイズで、それが可愛いんですけど、はい、ちょっと小柄な方とかオーバーサイズが苦手っていう方も多分いらっしゃると思うんですよ、はい、そういう方にはこの新作のモデルすごくコンパクトでいいんじゃないかなと思います。なんとこれデニムジャケット、そうなんですよ、にインスパイアされたモデルなんですよね、はい、言われてみれば確かにそうなんですよ。本当に着丈的にもパンツもスカートも合わせやすいので、はい、一着あるだけでコーデの幅が広がるモデルかなと思います。ここのボタンがめちゃめちゃ可愛くて、ね、ボタン本当可愛いんですよ。可愛いでしょうねこのボタン。本当に可愛くて、うん、これいいですよね。ですね。細かい部分もやっぱりこだわってるっていうのも、はい、まあ、はい、らしいところですよね、はい、キュンとしました。実際に着てみました。本家のテディの方と比べてみると、私ぐらいの身長の方だとバランスよく着ていただけるんじゃないかなと思います。袖丈はやや長めかなといった印象なんですが、着丈とか問題なく着れていると思います。サイズ感はすごくちょうどいいかなと思います。中にもう少し着込むこともできますし、薄手でも十分あったかいかなと思います。私の場合だとお尻が結構すっぽりちょうど隠れるようなって感じになっています。袖もちょうどよく着られました。中にニットなどを着ても全く問題ないサイズ感です。続いてご紹介するのは今年の新作のこのケープコートになります。はい、これは可愛すぎる本当に欲しいですね。はい、もう履き目のセーラーカラーがすごく可愛いのと、後ろも結構深めのスリットが入ってるようなデザインになってますね。なんですけどケープなので、ここにポケットついてて、こんな感じで着ることもできますし、実は両サイドがこんな感じでですね、ボタンってついているんですよね。なのでボタンを開くと本当にこんな感じでケープみたいな、まあ、のショールが羽織ってるような感じに着れますし、はい、もうちょっとアウター感とかジャケット感が欲しいという方はボタンを留めていただければその感じで着ていただける。結構袖丈が短いのでグローブとかカラーのニットとかも可愛い。サイズなんですけどちょっとこちらが変わってて、SM サイズと ML っていう2種類のサイズなんです
ですけれども、今回小さいステップの方を買ってみたんですが、ちょうどいいんじゃないかなと思います。そうですね。ほぼスプリンサイズみたいな感覚で着ていただけるかなと思います。実際に着てみました。私ぐらいの身長だと、ややオーバーサイズ気味には感じるんですが、下をストレートパンツとか今日みたいなタイトスカートに合わせると比較的バランスよく着てもらえると思います。丈がやっぱりコンパクトなので、パンツでもスカートでもどんなボトムスにも結構合わせやすいんじゃないかなと思います。サイズ感ちょうどいいですし、とても着心地もいいです。丈が前がかなり短めで、後ろが少し長くなっているので、スタイルアップ効果がかなりあるんじゃないかなと思います。続いてご紹介するのはこちらのコートになります。私たちが見たときはこちらも日本ポータルサイトに掲載がなかったモデルなんですけれども、はい、マックスマーラの中にマニュエラという定番のガウンコートがあるんですけれども、そちらのモデルよりも着丈が短くて、肩の部分とか袖の部分もコンパクトな感じになったモデルになります。そうですね、マニュエラの素材って結構表面に胸のあるような格好というかが独特で、結構ツヤ感がすごくあって本当に美しい素材を使ったモデルなんですけど、そちらだと結構本当に長くてきちんと感がかなり強いモデルなんですけど、はい、ちょっと雰囲気が変わるカジュアルに着ていただけるようなモデルかなと思います。小柄な方にいいですね。ですね。すごく素材は光沢感があって綺麗なんですけど、フロントにポケットがある感じとかはちょっとカジュアルで、あとフードの感じですね、はい、もまたカジュアルな感じにで、ビリー使いしやすいかなと思います。そうですね、いろんなコーデに活躍しそうなデザインですね。はい、実際に着てみました。サイズ感はちょうどいいなと私は思います。丈感も膝よりも少し上ぐらいで、本当にどんなボトムスにも合わせやすいなと思います。サイズは本当にちょうど良かったです。バサッと着る感じなので、中にも少し着込むこともできます。少し袖丈は短めかなと思うんですが、日常生活すごくしやすいかなと思います。サイズ感はちょうどいいんですが、もしかするともう少し袖丈が長い方がバランスがいいのかなと思います。続いては姉妹ブランドの S マックスマーラのコートを紹介したいと思います。こちらはその S マックスマーラの中でもアイコンコートになりますね。こちらが素材が着た感じすごく軽いんですよ、ね、厚手かと言われるとあんまり厚手という感じもなくて、ウールコートって結構重いイメージの方が多いですよね、はい、と思うんですけど、こちらすごく軽くて着やすいです。実は薄い2枚の素材を重ねて一重にしているので、それをこう職人が丁寧に1枚に仕立ててくれるんですけど、なのでこう重なっていて空気もそうなっているので、うん、軽くて薄いけど暖かく着られる。で、裏地はないんですけど、もう本当に美しいんですよね。いや、そうなんですよね、はい、と見ていて思ったのは、はい、ここに珍しくスニットが入ってるので、はい、これもポイントになるかと思いました。ちょっと可愛い感じもしますよね、うんうん、もしかして折り返したり。え、可愛い。可愛い。はい。ポケットはサイドについている感じになるので、もう本当に綺麗に着ていただけるかなと思います。実際に着てみました。こんな感じで問題なく着られてるかなと思います。袖の部分にちょっとスリットが入っているので、すごく手が動かしやすい印象です。中にも少し厚みのあるセーターだったりを着込んでいただけるようなサイズ感だと思います。サイズ感は本当に私がちょうどぴったりでした。肩のあたりとかも本当にちょうどいいです。もう少し厚手のニットとかも着てる感じで、袖丈も本当にぴったりかなと思います。サイズ感はちょうどいいです。とてもかなりぴったりな感じなので、もう少し普通のニットも着られるかなと思います。こちらも同じくダブルフェイス生地のピュアウールコートなんですけれども、はいはい、裾に向かって広がっている感じのデザインが特徴かなと思うんですけれども、はい、先ほどのモデルと一見すっごく似てるんですよね。似てます、正直。そうなんです。 S マックスマラのコートってどれも綺麗なんですけど、結構似てて、何違うんだろうみたいな方がすごく多いかなと思うんですけど、こちらのモデルに関しては先ほどのモデルよりも少し襟の感じが小さい、
確かにちょっとだけちっちゃいんですよ。なんですっきりした印象、可愛さとか甘さみたいなのがちょっと抑えられる。今は丈が少し短めですかね。ちょっと短めになったかも。やっぱ少しコンパクトな感じで着れそうですよね、はい、あとは肩の部分が切り替えがないので肩幅とかを気にせずに着れるっていうのが嬉しいポイントかなと思います、はいはい、中に仕込みやすかったりもするかもしれない。確かにそうですね。実際に着てみました。持ち感があって綺麗なシルエットなので、細身の方とか、私も肩がこうしっかりしてるタイプなんですけれども、いろんな体型に合わせやすいのかなと個人的には思いました。サイズは本当にちょうどよくて、今までのサイズ感と同じかなと思うんですけど、作りとして肩に切り替えがないので、肩幅が広い目の方とか狭めの方とか、そういう方も関係なく着やすいんじゃないかなと思います。サイズはちょうどいいんですが、もともと袖が短めの作りだと思うので、こういった柄物のトップスでしたり、とリストウォーマーとかアームウォーマーを出して見せても可愛いかなと。続いてもダブルフェイスコートなんですけれども、はい、先ほどとの違いとしては、こちらは襟の部分が結構キメですね。キメだと思います。フォアオコッカーですもん。確かに、はい、本当に引き締まってスリムに見える感じがあります。こちらはベルトつけてもいいですし、先ほどまでのモデルだとボタンとかがなかったベルトでこう締めるようなモデルだったんですが、こちらに関してはボタンがついているので、ベルトなしで着たいっていう方にもすごくおすすめのモデルになっています。実際に着てみました。私の体型だとやや大きめに感じたんですが、中にしっかりと着込みたい方はこのサイズでちょうどいいかなと思います。こちらも他のサイズ感と似ていて、私の体型にはすごくちょうどいいです。やっぱりこうボタンがダブルボタンなので、結構こうきちんと感というかもとか、ちょっとマニッシュな雰囲気になるかなと思います。肩のサイズ感も合っていてぴったりだなと思います。もし中に厚手のニットを着るとしたら、もうワンサイズ目でもいいかもしれないです。続いてご紹介するのもダブルフェイスのコートになるんですけれども、はい、こちらも結構襟が大きめでかっこいい感じに仕上がりますね、はい、結構この肩ぐらいまで襟が来るような大きさですね。こちらなんですけれども、結構今まで着たものよりもちょっとドロップショルダーとか肩が少し落ちている感じなので、サイズ感としても少しゆったりめに、同じサイズではあるんですけどちょっとゆったりめな感じがしますね、はい、ポケットがついていて、袖なんですけどちょっと広がっている感じなのと、ちょっと今までより短めなので、中のニット見せたりとか手袋とかアモーマしてちょっと楽しくしやすいモデルかなと思います、はい、実際に着てみました。着た感じややゆとりがあるなと、特に身頃のあたりですね、ゆとりがあるかなと思います。私ぐらいのちょっと小柄めな方だったらもうワンサイズ下げてもいいかもしれません。サイズはちょっと他のモデルよりも少しゆったりした感じがあります。肩の部分がちょっと落ちているので抜け感のあるスタイルかなと思います。袖が少し短めなんですけど、ちょっと着物スリーブが広がっているのが、これもすごい可愛いんじゃないかなと思います。肩が落ちているデザインでちょうどよく着ることができました。とても軽くて着心地がいいです。続いてもダブルフェイスのコートになるんですけれども、はい、先ほどまでの中でも少し丈が短めのものになります、ね、私の身長でだいたい膝ぐらいの丈感です。なのでロングコートが苦手な方はこのモデルとかおすすめですね。今までのモデルとちょっと違うのが、今までのモデルはこうギザギザとしたような襟のデザインだったんですけど、こちらショールカラーと、ショールをそのままここに垂らしたようなデザインなので、またちょっとひれめというか雰囲気が変わるかなと思います。こちらにポケットついています。こちらも肩のところに切り替えがないデザインなので、中にジャケット着たいとか、ちょっと着込みたい日があるとかっていう方にはすごくおすすめのモデルかなと思います。実際に着てみました。このサイズは本当にぴったりかなと思います。腕丈が短く感じるのかなとは思います。ちょっとふわっとしたフレアな感じのシルエットなので、本当にスカートにも合わせやすいと思います。
ちらもサイズ感すごくちょうどよく着れました。肩の切り替えがないタイプなので肩幅いろんな方に合わせていただけるんじゃないかなと思います。実際に着てみました。ちょっとコンパクトなデザインなので軽く羽織ってお出かけしたい時にちょうどいいデザインなのかなと思います。袖もコンパクトめのサイズ感になっています。続いてご紹介するのもダブルフェイスのコートになるんですけれども、はい、こちらは私たちが見た限り日本公式サイトに掲載しなかったモデルになります。こちらのコートはフロントの部分にこんな感じで結構大きめのポケットがついてるんですよね。なので少しカジュアルな感じにしていただきやすいかなと思います。そのままだとサイドに入ってるようなポケットだったので、うん、ちょっとここが目立つような印象かなと思います。袖のところに切り込みがスリットが入っているのでまたご理解して着ていただいてもいいと思います。こういうちょっとガウン系のコートって本当に綺麗めな印象にすごくやっぱり仕上がるんですけど、綺麗すぎるとちょっと普段のコーディネートが合わせにくいみたいな感じでは、こちらのポケットが前についているモデルだとより合わせやすさが感じかな。実際に着てみました。サイズ感はちょうどぴったりかなと思います。上半分の部分が割とコンパクトめに作られているので小柄な方でも着やすいサイズ感だと思います。こちらも私にはすごくちょうどいいサイズ感でした。もちろんもう少し中に着込むこともできます。ちょっとこう A ラインというか上はコンパクトで裾が広がる感じがちょっとドレスっぽくてすごく素敵だなと思います。実際に着てみました。今履いているスカートがちょうど隠れるくらいの丈感なのでご紹介しているコートの中で一番丈が長めなのかなという印象でした。サイズ感についてはちょうどぴったりです。最後にご紹介するのはマックスマールストゥディオの定番人気モデルになります、はい、特徴としてはピュアバージンウールを使われたベルテッドコートの、ちょっとやっぱりツヤっていうか、はい、素材感ありますよね、はい、ちょっとなんかうねっぽい、そうですね、毛足が長いというか、そうですね、うねっぽいような感じ、はい、本家マックスマーラーのマニエラとかに近いような、はい、そうですね、はい、ツヤ感のある素材かなと思います。作りなんですけども、ベルトがついているのでベルトつけていただいてもいいですし、じゃあ外して、じゃあボタンがついてるんですよね、うん、でこの状態で着ても OK かなと。結構カッチリした感じにもなるので、うん、オフィスとかでもいいですね。いいですよね。実は今ここ私上ボタン閉めてるんですけど、ここを開くとちょっとまた違う雰囲気で着れるので、コーディネートに合わせてアウター変えなくてもこれ一着あるだけでいろんな着方ができる、うん、いいですね、はい、いいんじゃないかなと思います。週7で使えるって、ね、週7コートですね、はい、そうと思います。実際に行ってみました。サイズ感ですが大体ぴったりぐらいかなと思います。丈感がすごくちょうどよくてふくらはぎの真ん中あたりぐらいなので、いろんなボトムスにも合わせやすいですし、あまりトレンドとか関係なく着られるんじゃないかなと思います。サイズは本当にちょうど良さそうです。ただ少しここに、私肩幅ちょっと狭めなタイプなんですけど、少しゆとりがあるので多分ちょっと薄手のジャケットとかも中に着れるかもしれないなと思いました。実際に着てみました。サイズ感についてはちょうどいいかなと思いますし、スカートとパンツどちらも合わせやすい丈感だと思います。ということで今回はマックスマーラとマックスマーラ系列のブランドのコートをレビューしていきました。今回の動画で皆さんコート選びとかサイズ感の参考になったらとても嬉しいなと思います。今回ご紹介したアイテムは概要欄にリンクを貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もぜひお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。